い、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、最速のレベル上げをやっていきたいと思います。以前の動画で、メタキンを狙撃して倒すっていう動画を出したんだけども、あれの上位バージョンですね。以前倒したところが、メタキンが1体しか出なかったんだけども、それでも結構美味しかったのよ。で、今日紹介するところが、コメントで教えてもらいました。ありがとうございます。ここは、メタキンが2体出てきます。2体出てくるので、効率がね、結構上がりますよ。では、早速、その場所まで行きましょう。まず、駅を紹介しますね。駅はここです。雪の山霊の駅です。こっからスタートして、この辺りまで行きます。テラーザ岳。ここら辺まで行きましょう。ダッシュのやつがあれば、速攻で着くのでいいですよね。で、あまりね、でかいキャラクターは入れていかない方がいいと思います。特に、キングスライム系、あいつらがいると、ほんとね、視界が悪いのよ。視界が悪くって、見つけにくくなりますので、俺は入れない方がいいかなと思います。うん。まあ、ダッシュ系のね、ちっちゃいやつ。まあ、このアルケミストものすごいおすすめなんで、ぜひ入れてください。で、どんどん登っていきます。登っていったところにね、この焚き火があります。この焚き火。で、このすぐ上です。うん、この木があるんだけども、木の根元に2体、メタキンが出てくるんですよ。こっちホロゴーストですね。で、こっちの、あ、こっち、メタキンですね。うん、もともとはホロゴーストなんだけども、メタキンに変わります。で、夜のうちはホロゴーストだけども、昼は、エリミネーターだったかな？うん、になると思います。で、まあ、とりあえず倒してみましょう。狙撃ですね。ポン！あ、当たってね。ある程度ね、近づかないとダメージ入んないんだよね。で、こっちのホロゴーストを変えていきましょう。これね、変える場所をね、ちょっと探したんだけども、ちょっと待ってね。まずは、ここで、ホロゴーストが変わるっていうところを見せたいところですね。なかなか来ないな。うん、あ、来た来た。で、こっちもメタキンになりましたね。で、狙撃で倒しましょう。あー、当たらない。意外とね、近づかないとダメなんだよね。はい。で、これで、こっち側と、こっち側、両方にメタキンが出るっていうのが分かったと思います。で、あとは、これのね、源泉の場所なのよ。ここでもいいんだけども、ちょっとね、こっち側は見えるけども、こっちが見えにくいっていう難点があるんだよね。で、俺はね、ここがいいんじゃないかなってね、思いました。ここの上。ここですね。ここだと、まあ、下よりも、厳選は簡単かな。メタキンに変えるっていうところは。はい。まあ、とりあえず、ここで、セーブロード。していきましょう。戻ってきました。ホローゴースト、こっちもダメだね。で、こっちもなってない。では、まずこっちから変えていきましょう。こっちから変えましょう。あ、ちょっと、もうちょっと後ろか。なかなかね、難しいのよね。ダメか。もうちょっと下の方に行かないとダメか。ここのね、厳選をする場所っていうのが本当に難しいので、なんか良さそうなところがあればもう少し探したいですね。あ、でも、あ、これがいいか。下を向く感じね。で、狙撃して倒します。で、これ別に集まれをしなくてもいいらしいんだよね。うん、俺はちょっと癖で集まれをしてしまうんだけども、集まれをしなくても、モンスターはあまり向こうには走っていかないみたいですね。はい。まあ、どっちでもいいんでじゃないですかね。で、こっちを変えていきます。お、なった？なってない。あそこ、ちょっと壁になってるな。じゃ、これでこうか。あ、メタルキングになりました。やっぱりちょっと、視点を落として、行っ
た方がいいんだな。ここら辺でして、厳選した後にこう視点を上から見下ろす感じ。そうすると見やすいかな。うん。多分下でやるよりもこっちの方がいいと思うんだけど、まあ、もう一回ちょっと試してみよう。それではもう一度厳選してみましょう。あそこのホロゴーストだね。あいつだな。あれが変わるわけだよね。で、こうして、あ、一発だ。うん。やっぱり視点を、下げていくっていうやつが一番やりやすいのかな。うん。で、こっちのホロゴーストね。もうこの辺かな。どう？あー、一応出るね。うん。はいはい。若干、時間はかかるけども、うん、目視できる場所がないんだよね。いや、あそこのホロゴースト違う？もしや。あ、メタキン、あ、当たってた当たってた。うん。できればね、見た目ですぐわかるっていうのが、うん、早いんだけども、そこの場所がここないんだよね。多分どっかにはね、あるかもしれないんだけども、まだ発見できてません。もしかしたら下からやった方が、まだマシなのかな。でも下からこの辺からやっても、変わらないんだよね。なので、やっぱりこう、見えないこの場所まで来ないと、ダメなんだよね。もうちょっとね、いい場所を探したいところですね。はい、ちょっと探してみます。皆さんもちょっと探してみてください。で、ここでやるのにあたって、注意点がありますね。メタキンの狙撃砲の注意点。これコメントでもらったんですけども、ダメージが入らないよっていう人がいたんだよね。で、これダメージを、この狙撃で与えるには、コインが必要です。コイン。コインのね、装備が、重要だったみたいで、これだね、俺は、ギガンテスのダのコツ。っていうのを入れてます。ダのコツだね。で、これ、別にダじゃなくていいみたいで、とにかくコツのやつを入れてればダメージが入るみたいです。まあ、ギガンテスは、3つ入れればダメージが入るようになりました。2つだったらね、60ぐらいしか入らなかったので、ワンパンできません。なので、ダのコツは3つ入れるようにしてください。で、他にもね、ダのコツじゃなくって、別のコツがあるんだよね。トツのコツとかか。こういうやつでもいいらしいんだけども、5つ必要って書いてあったかな。うん。まあ、とりあえず、このコツ、ダのコツ、トツのコツ、ザンのコツか。そのコツを入れてみて、ダメージの調整をしてみてください。まあ、5個入れば確実にワンパンできるみたいなので、まあ、とにかく、コツを入れてやってください。と、あとなんか倒しても7万しか経験値が入らないっていう方もいたんですけども、おそらく、メタキンのレベルだと思います。今俺が倒してるのがレベル60かな。うん。レベルが低いと、ちょっと、経験値も、入らなくなると思いますので、まあ、レベル上げをしていくと、メタキンのレベルも上がってくると思います。そうすると、経験値も、12万か入るようになると思うので、コツコツやってみてください。そして、できるならば、メタルスライムのコインも入れた方がいいです。でもね、これなかなか手に入らないんだよね。俺も1個しか持ってないんだけども、まあ、これを9個全部装備していくと、とんでもない速さで、レベル99までなるみたいです。まだやってないんだけどね。すごいらしいよ。はい。ということで、今日はですね、この雪山のメタルキング狙撃砲をやってみました。ちょっとね、メタキンに変える作業は、まだちょっと微妙な感じなんだけども、まあ、うまいこと変えてみてください。1回のセーブロードで24万か経験値を入手することができます。ここは早いよ。はい。ということで、やってみてくださいね。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。